はい、ユーデックスです。さあ、このチャンネルはですね、植物の紹介をしたり、またですね、お店の紹介をしたり、また植物がね、もっと身近に感じていただけるような楽しい企画満載ですので、ぜひね、チャンネル登録してご覧ください。はい、じゃあね、早速ね、今回何をしていくかというと、僕ユーデックスですね、この真冬ですね、お外で管理していた多肉植物とかですね、あるんですけど、そういったね、植物を寒さから守るためにね、あるものを使っていたんですけど、どういったこの真冬の過ごし方をしていたのかっていう紹介と、あるもののメリット、デメリットを皆さんにね、お伝えしていきたいと思っています。ですのでね、またこれから春に向けてですけど、またね、まだまだ寒い時期が続くのでね、もしも参考になると嬉しいです。それでは最後までご覧ください。はい。ということで、もう早速ね、まあ、実はね、サムネにも映っていたので、皆さんね、ご存知の方もいるかと思うんですが、こちらのね、種まきカバー51型というね、ものです。はい。これはですね、ホームセンターとかですね、園芸センターによく売っているものなんですが、僕はですね、これをだいたい200円ぐらいで購入をしました。はい。おそらく300円の間でホームセンターとこれ売られているものだと思います。で、まずね、これがどういったものなのかを説明していきます。はい。これですね、こういったような半透明のプラスチック製のものでですね、上に一応こういった通気性のね、空気の循環できるものが5つね、ついています。はい。でね、本来はこれ、種まきカバーということなのでね、育苗用のものなんですが、我が家ではね、植物、冬越しをするときに、お外で管理している植物のためにね、この寒さから守るためにね、このカバーを使っていました。はい。まずね、どんな植物があるのかを皆さんに見ていただきたいと思います。はい。以前にもね、紹介させていただきました。我が家でね、多肉植物などをお外でね、管理しているんですが、また、こういったアロエですね。アロエの原種とか、ハイブリッドとかですね。こういったものをですね、お外で管理しています。我が家のね、地方では冬はね、0度近く。で、今年は雪も積もったので、マイナス4度のね、大寒波も乗り越えたというわけなんですが、こういったね、多肉植物もですね、もともとは熱帯地域の植物なので、日本のね、寒さから身を守るためにはね、こういったね、先ほどのようなカバーを使うっていうのはね、非常に大事だなというのを感じています。はい。ただしですね、こういった感じで今見ていただくとわかるんですが、やっぱね、寒さで紅葉をしていたりとか、この辺ですね。こういったアロエも葉先がね、紅葉していますよね。こういった感じで、やはりね、カバーをしていてもね、やはり寒さにはね、ちゃんと反応して、ね、身を守るためにですね、緑葉帯の、色素を抜いて、わざとね、光合成をしないように休眠しているというね、こともよくわかります。はい。まあ、こういった感じで、多肉植物とかもですね、いろいろと置いてあります。はい。で、ここからはですね、まずは、このカバーを使っていた時のメリットですね。このメリットに関してはですね、我が家では、お昼はですね、完全に、このカバーを使わずに、外に出しているんですが、夜間ですね。夜間の時だけカバーをするようにしていました。まあ、というのもですね、まあ、真冬というのはですね、やっぱ6度を切るあたりから、霜がね、落ちたりとか、あと、我が家ですね、海が近いので、潮風ですね、すごく冷たいので、そういったね、冷たい風から夜、身を守るために、夜だけカバーをしていました。はい。で、なので、寒さからね、身を守ったり、霜から、ね、身を守るっていうことなので、株にね、大きな被害、寒さで何かね、株が調子悪くなるっていうことはね、まずありません。はい。なので、こういったね、お外で管理している方は、まあ先ほどのようなね、こういったカバーを使うのは一ついいかなと思っています。はい。で、ただですね、ここからが重要なんですが、じゃあデメリットはっていうことなんですけど、ですね、これ、ちょっと見ていただきたいんですが、こういった白いところとか、ちょっとね、色素が抜けているところ、まあこのアロエとかもそうですが、こうですね、色素が抜けてますよね。はい。これはですね、ちょっとね、実験的に、朝ではなくて、お昼頃ですね、12時正午の時に、カバーを開けました。っていうのを、まずね、1週間続けて行いました。まあそうすると、だいたいね、5日目あたりからこういった感じで、葉っぱがね、白くなっていきました。まあ、というのも、
やはりね、こういった先ほどの白いカバーも昼間ね、つけていると、昼間はね、このカバー内が、はい、こういった感じですね。昼間ね、こういった感じで置いてあると、中のね、温度というのはね、だいたいね、25度以上になります。はい、だいたいね、中の温度が25度以上になっていたりする時もありました。なので、で、このね、真冬といえど、こう、カバーをしてしまうと、こうね、中が、こう、サウナ状態になるっていう状態ですね。で、なおかつ、通気性が良くないということで、先ほどね、通気性もアップって書いてあったんですが、あのちっちゃい穴だけだとね、さすがに昼間ずっと1週間ぐらい連続でカバーをしてると、まあ、こういった感じで、ちょっとね、サウナの状態になっちゃって、株がね、弱ってしまいました。っていうね、実験も行ったので、皆さんね、ぜひこういった感じで、参考にしていただけたら嬉しいです。はい。こういった感じですね、これも。もともとね、こういった緑色をしてたんですが、少しね、株が弱って、葉っぱがね、赤っぽくなっていますね。まあ、こういった感じで、ちょっとね、カバーの使い方っていうのも一つ注意していきたいっていう点なんですが、じゃあね、このね、お昼間とか、こまめにね、カバーを1日ぐらい、2日とか3日ぐらいは、カバーをね、ずっとし続けても、まあね、お外の気温が10度以下だったらいいんですけど、10度以上超えてくると、もうね、この中カバーをしていると、25度ぐらいとかになってしまうので、で、特に空気の循環ができないと、まあこういった感じですね、株が少し弱ってしまうので、ぜひね、こうカバーを使うときは、少しね、10センチぐらいの穴でもいいので、ぜひね、通気性をもっと効率よくするといいのかなっていうのがね、わかりました。はい、まあといった感じで、こういったね、透明のカバー、今回ね、この、種まきカバー51型というね、皆さん、こういったものをね、ちょっと紹介させていただきましたが、またね、皆さんもね、ご自宅で使うときは、ね、昼間の温度を気にしていただきながら、ね、だいたい昼間でも10度以下のときはいいですけど、10度以上になるときは、必ずカバーを昼間は朝方にはもうカバーを外すとか、で、夜だけ使うとか、とかですね。まあ、もっと極端な話すると、まあ日頃はいいですけど、まあ雪が降る方とか、雨が降る方とかは、雨がね、降るときとかには、こういったカバーをするっていうね、使い方もいいと思っています。なのでね、こういったね、冷たい風とか、霜ですね、から守るためにね、こういった、カバーもあるのでね、皆さんぜひね、ホームセンターでチェックしてみてください。はい、ということで、ね、皆さんいかがだったでしょうか。今回ね、この種まきカバー51型のね、このを紹介させていただきました。このカバーはね、我が家ではもうね、使用して2年目ぐらいになるんですが、このカバーもね、真ん中にはね、上の方にちゃんと通気口はついてるんですが、やはりね、気温がね、10度以上とかになると、やはり、この中は、昼間とかは25度ぐらいになって、で、なおかつ、ね、やはり空気の循環がね、あまり良くなくて、株のね、調子も悪くしてしまうので、必ずそういったね、デメリットに注意していただきながら使うとね、この冷たい寒い日本のね、寒さからもね、身を守れると思うのでね、ぜひこういったカバーもね、利用していただけたらいいと思っています。またこういったね、冬を乗り越える、またね、この春先に向けて、まだまだ寒い日は続くので、こういったね、アイテムも使用しながら、皆さんね、これからの春、楽しいボタニカルライフが待っていると思うのでね、ぜひね、皆さんもこういったアイテムを利用してみてください。はい、今回ね、この動画、またね、ちょっとでも参考になっていただけたら嬉しいです。はい、またこの動画良かったなと思った方は、チャンネル登録、そしてグッドボタンの方をお願いいたします。それではね、またお会いしましょう。